はい、時間になりましたので始めさせていただきます。はい、本日は深セン人工知能企業懇親会&ブリッジターミナル見学会と題しまして、進めさせていただきます。プログラム、すみません、更新があったんですけど、見つけられず、これプラスアルファがございますので、楽しみにしてください。はい、那就是我们因为有很多东西都已经准备好了，所以刚刚那个视频就是那个 PPT 不能更新，所以非常抱歉。然后我们今天的流程的话，大概是这些。私、福間と申しまして、現在研究開発をしながらいろいろなことをやっております。我叫福間良平、现在的话主要是做研究开发这一块。いろいろな製品開発や検討をしております。那我开发了非常多的一些产品、也做了很多研究。このブリッジターミナルという場所は工房が併設されていて、深センの機材もたくさんあります。我们这个 Bridge Terminal 它是一个开发措施中心，里面其实也有很多来自深圳的这些设备在我们这里。様々な使い方ができ、社員の皆様がいろいろなことに使っています。那我们这个场地的话，它其实会用有非常多的用途，包括就索尼内部的员工也会在这边举办各类型的活动。これまでもさまざまな方々にご登壇をいただきました。いろいろな出会いがあって、とても楽しく、今回も私はとても楽しみにしています。通过这些活动我们也可以遇到很多非常有趣的人，我也非常的享受，然后今天也非常开心和大家见面。工房の機材も後で、見てもらえることを楽しみにしております。我们这里其实有一个工房，就是里面有很多的设备，然后活动就是快结束的时候大家可以看一下。私からの発表以上です。ありがとうございます。那我的分享就是这些，非常感谢大家。不好意思，我待会儿 说一次上，就是我们今天的流程，然后福马先生大概介绍我们活动，待会儿就是我们有三个我们的机构主办机构支持，然后我们企业的话今天有九个公司发表，大家请把时间控制在五分钟左右，然后我们今天的话更多的是以交流为主，在这边我们也就是福马先生也准备了非常多的一些好吃的好喝的，然后大家可以进行的交流。谢谢。那下面我们有请深圳市国际协会代表张泽宇女士，我活动。Okay, please. Thank you. 大家好，对各位 Bridge Terminal 的企业伙伴们 ，iMaker Base 的合作伙伴，以及各位在 AI 领域的专家，大家晚上好。我非常荣幸能在此与各位来宾朋友在此相聚，共同交流，共谋发展。在此，我谨代表深圳市贸促委、深圳国际商会向参加本次交流会的日本企业代表和深圳企业朋友表示欢迎，向积极推动此次交流会的合作伙伴表示感谢。共に発展を図ることができて大変光栄です。深セン市貿易促進委員会と深セン国際商会を代表して本日の交流会に参加してくださった日本の企業代表の皆様と深センの企業家の皆様に心から歓迎の意を表します。また本日の交流会を推進してくださったことの皆様にも深く感謝申し上げます。
深圳是一座活力四溢、创新不断的城市。经过四十多年的改革开放和创新发展，它从一座小渔村成为一座国际化的创新型城市，成为中国重要的经济创新和金融中心，在世界城市发展史上是一个奇迹。2023年，深圳地区生产总值达到3.46万亿元，全市进出口贸易总额超过3.8万亿元，出口实现内地大中城市31连冠，商事主体突破420万。去年新设外资企业8002家，全社会研发投入占地区生产总值比重达5.81%，也培育出华为、比亚迪、大疆等一批国际竞争力的领军企业。深圳は40年以上の改革開放と革新的な発展を経て、発展の道、絶えず革新する都市として、資産の業存から国際的なイノベーション都市に発展しました。2023年には、深圳の地域総生産高は 3.46 兆円元に達し、総輸出貿易約額は 3.8 兆円を超え、輸出は内陸の大衆都市で 31% を達成しました。商業取材数は420万を突破し、昨年は新規外資企業が8000社設立されました。総社会的な研究開発都市は地域総生産高の 5.81% を占め、ファーウェイ、BRD、DJI など国際協力競争力のあるリーティングカンパニーを育成しております。深圳市贸促委从1985年成立以来，就在为企业提供国际经贸交流、国际贸易、商事法律等服务。长期以来，我们紧密地与外国商协会合作，服务海内外企业项目对接交流。近年来，我们一直致力于我帮企业找市场的工作。此次深圳企业团来到索尼的这个 Bridge Terminal， 就是我们这一工作的具体体现。深圳貿易促進委員会は1985年の設立以来、企業に国際的な経済貿易交流、国際展示、商業交付などのサービスを提供しております。私たちは常に市場開拓を支援するという使命を取り組み、今回の交流会に深圳の企業団を組織して参加させることで、その使命を具体化したいと考えています。我们希望通过这样的活动，为深圳的企业提供更多、更广阔的国际经贸交流合作。今天，我们深圳的 AI 企业代表将与各位分享 AI 技术的最新动态和创新实践。我相信这样的分享将为我们所有人带来启发和收获，也将加深日本与深圳企业之间的信任与了解。各位和深把深圳和日本之间的经贸合作推上更高的水平。我们也欢迎在座的各位来到深圳投资兴业，同时我们也会做好你们走进深圳的服务工作。今回我们所属的深圳的 AI 企业代表は最新 AI 技術の動向や革新的な実践について皆様と共有します。電話の共有が皆様にとって刺激となり、日本と深圳の企業間の信頼と理解を深め、深圳と日本の経済貿易協力をさらに高い水準を引き上げることになると信じています。好，最后我要再次感谢大家的到来和支持，祝今天的活动圆满成功，祝大家身体健康，工作顺利，万事如意，谢谢大家。皆様のご来場とご支援を感謝いたします。本日のイベントが大成功になりますように、皆様の健康と活躍、そしてご家族の幸福をお祈り申し上げます。ありがとうございます。日本のお客様向けにバックグラウンドの説明を教えてください。今回、ビッグサイトで行われているネックステックというイベントに、深圳から、20ぐらいの会社が出展していて、でブースのお金と、あと
シェンゼンから来てる人たちもいれば、日本支社があるから日本から来てる中国の会社もあるんですけど、ブースのお金とシェンゼンから来る人のお金とかはシェンゼン政府が出していて、で今あの挨拶してくれたチャンゾンは、そのシェンゼン市の貿易振興会、まあ、なんかシェンゼン版のジェトロみたいなものですね。シェンゼン市とは東京ぐらいのサイズがあるので、東京も例えばサウスバイサウスウェストとか CES とかに東京スタートアップといって政府のお金で日本のスタートアップを出展するみたいな活動をしているとは思うんですけど、今やってるのはその宣伝版みたいなんです。で、日本から CES に行ったスタートアップも CES に出すだけではなくて、地元の企業との交流会をやったりとか、地元でミートアップやったりとかしてると思うんですけど、それを今僕らが日本でやってるっていう考え方で見てもらえると分かりやすいんじゃないかなとは思います。なので、あの今からいろんな会社が自分たちの会社のシェアをすると思います。よろしくお願いします。もう大体開いていて。お、OK、OK、OK。お、一番でいいですか。うん、だ、D C だ。オーベック。うん。オーベック。あ、对，这是欧贝克，欧贝克是英文名字，是欧贝克。是啊，现在不行，暂时等等，还有一个是。啊 ，OK， 还有一个，都，もう一人 VIP 挨拶がある。はい。お願いします。人工智能商業先人工智能企业。人工智能，人工智能企业回答，说，分享一下吧。对对对。今からご挨拶するのは、その深圳にもいろんなロボット協会があって、でその中の深圳人工知能ロボット協会の、人です。非常高兴能够来到日本啊。那我简单的把协会介绍一下，这个一会儿我们请翻译再翻译一下。那么，哎。簡単に説明させていただきたいと思います。深圳市人工智能产业协会呢，在总的总部在深圳。那么现在是一个未来是一个全国性的组织。那么是深圳第一家全国性的这个社会组织。深圳人工智能产业協会は本部は深圳にあります。全国的な連盟であります。现在协会有深圳呢，大概有这个60个员工。有487位产业专家，296位人工智能专家，像日本的 YKK 也是我们的成员。日本の YKK とも、うちのメンバーとして、現在は50人以上のフルタイム従業員がおり、427人の人工知能協会の専門家と、296人の人工知能の学術技術専門家が集まっております。那么现在中国有这个我们协会的上市公司是有28家。那么其中这个专利特新这个企业是180家，小巨人企业44家，应该是国内人工智能企业最集聚的一个协会。国内人工知能集まっている企業として、上場企業は28社、専門企業および新規企業は180社、小規模企業は44社が含まれております。我们是国内全国四好协会，这个深圳市五爱协会。也是这个深圳市十大协会。さまざまな名誉称号をいただきました。是南山区排名第一的协会。那么我们先后参与发布国家十大标准体系，十个国家标准，主导参与这个中国经理的其中六项。根据这个推动人工智能地方标准的制定，开展人工智能国家统计监测。这个参与教育部的人工智能职业教育的标准建设等等。深圳市の人工知能協会は、協会ではトップ1になっております。南山区のトップ1になっております。
深圳市の人工知能境界標準システムに関する日本研究の策定を主導し、公表されている15国家標準のうち、6つの人工知能統計分類ランドマークの策定を主導、または参加していました。协会全球第一的跟美国一起发起了人工智能企业的评价，就是类似于软件企业，那么人工智能企业享受对应的这个政策，深度参与全国第一部这个中国第一部立法深圳经济特区人工智能产业条例的促进，协会与多个高校开展产业合作，与台湾人工智能协会共建生态，参与制定多个人工智能政策，落实广东省的多项工程，打造了一系列的人工智能产品和平台，先后推动五洲宾馆、麒麟山庄、深圳机场等产品的开发，对标上海世界人工智能大会，我们将于今年的8月28日到8月30日在深圳举办深圳国际通用人工智能大会。国内初の人工知能協会評価を実施し、大学と協力して人工知能を育成する新生経済特区人工知能産業促進条例の草案に深く関与します。教師と協会の人材、そして台湾の人工知能と協力して、人力資源社会保障局は人工知能産業とともに、構築するための戦略的な協定を結び込んでいます。我们在中国境内开展了第一批人工智能知识评审工作，包括正高、副高、中级、初级，以及我们开展了物联网的等级评价。全国范围内承办20多场人工智能技能大赛，人工智能训练师和提示职工程师是国内现在最热门的培训赛道。今回はいろいろな評価標準も設立されました。協会先後推動了很多这个基金的建設，累計培養国内的人工智能技能人才5800人。原来我们上面转移就好，原来这个翻译就好，你给我，你这有吧？啊，你我看你这翻译我那么长，你这一句话就搞完了，肯定不对呀，是不是啊？我这不懂日语，英文还可以，是吧？然后我们成立了很多的这个社会组织啊，建立了全国第一个 AI 圈，面向 C 端啊开展门户，开设了全国创业培训 SY 班，以及承担了市工信局的公共平台，甚至是市场监督管理局的专利导航平台，党政局组织部的这个书记工作室，累计开展活动486场，推动链上企业结对子，破解资金难、人才缺和技术壁垒等难题。今回は5000名以上の国内 AI 人材を育成しました。あ、最後そうや。那么展望未来，在通用人工智能新时代，协会承担新使命，勇挑新担当，坚持为人工智能产业服务的宗旨，坚定以一辈子办成一件事的这个执着，成就有价值的人生。我们欢迎啊，日本的这个企业家是吧，到深圳共谋人工智能发展，共图人工智能未来，一起加油。日本の皆様とともに協力して未来を開きましょう。好，谢谢。谢谢。次は会社の全然テンション。可以是优企，可以是中国人，那就是吧，国内优企。尊敬的那个冯马先生，还有我们的 Bridge Terminal 的伙伴们，还有我们深圳的企业家们，大家晚上好。尊敬的福马様，来場してくださった新鮮市の企業皆様、
我是大工坊的 CEO Alan 啊，这次活动的协办单位，非常高兴我们和大家相聚在 Bridge Terminal 创新中心。私は、アイメイクベースの CEO、アメンと申します。今夜は皆さんとここに一緒におりまして、大変光栄いたします。目前中日两国在人工智能领域都呈现了非常好的一个发展的姿态，各有千秋。深圳作为中国人工智能的前沿阵地，数据驱动、应用多样性和政策方面都领先，而日本在技术精度、国际标准、垂直深度等方面就有自己的优势。现在，中国和日本は人工知能の分野で積極的な発展を遂げていますが、それぞれ独自の特徴を持っています。深圳は中国の人工知能開発の先端地帯であり、規模、データ駆動、多様な応用、政策支援の面で先駆的な存在である。2023年疫情结束之后 ，iMakerBase 协助深圳贸促会第一次组织企业参加东京人工智能展，并和 Bridge Terminal 携手做了第一届的中日人工智能企业的交流会，取得了非常好的成绩，也为两国的企业搭建了交流的平台。2023年 IFS は深圳市貿易促進委員会と協力し、東京での人工知能展示会への企業参加を始めて組織し、ブレイジテミナルと共同で初の中日人工知能企業交流会を開催し、素晴らしい成果を収め、両国の鉄鋼企業に良い交流と協力の橋を架けました。近几年，越来越多的中国企业落地日本，也有越来越多的日本的企业和相关的从业者感兴趣中国的技术创新。近年，ますます多くの中国企業が日本に進出し、日本企業や関連者が中国のテックとイノベーションの発展に関心を持つようになっております。深圳被称为硬件硅谷，表示中国创业环境最好的城市。今天出席活动的企业也代表了深圳人工智能的力量，希望可以借助这样的机会，分享深圳的速度和深圳的智慧，展现深圳企业的合作意愿。深圳は世界のハードウェアイノベーションのシリコンバレーであり、中国のイノベーション企業エコシステムが最も充実している都市です。今日のイベントに参加している企業は、深圳や中国の人工知能のイノベーションの力を代表しています。この機会を生かして、深圳のスピードと知恵を共有し、深圳企業の開かれた協力意欲を示したいと思います。iMakerBase 是深圳政府支持的一个国际创新中心，致力帮助全球的硬件团队实现他们的创意。我们在欧美、日韩等15个国家设立了工作站和合作伙伴，成为海外的创业者进入深圳的第一站。今年我们也有幸成为日本贸易振兴机构在大湾区的战略合作伙伴，帮助日本企业进入中国发展，对接资源。欢迎感兴趣的日本的朋友联系我们。IFS は政府が支援する国際的なイノベーションセンターであり、世界中のハードウェアイノベーターがアイディアから製品発表までの支援を行っています。欧米、日本、韓国など10カ国がに海外拠点と地域パートナーを持ち、海外の企業家が深圳に進出する際の最初の拠点となっています。今年私たちは日本貿易振興機構のエスコー大湾区年次協力パートナーになり、日本企業が中国市場に進出し、協力リソースを提供するお手伝いをしています。最後、再次感謝 Bridge Terminal 和我们的合作伙伴，然后感谢大家的支持与合作。今晚不仅是一个开始，更是我们友谊和合作的桥梁，让中日智能人工智能产业携手前行，共创未来。最后，预祝今天的活动取得圆满成功，谢谢大家。最後に再びブレイジテミナルと私たちのすべてのパートナー
皆様に感謝いたします。今夜は単なるスタートではなく友情と協力の橋を築く始まりでもあります。中日の人工知能産業が手を取り合い共に未来を開いていくことを願っています。最後に本日のイベントの大成功を心からお祈り申し上げます。ありがとうございます。めちゃくちゃ流暢。はい、お願いします。作業でいきます。はい、はい、本日はこんな遅い夜、皆様ここで集まりいただき誠にございます。ありがとうございました。我々オルベックというのはその 3D カメラというものを製造している会社ではございますので、まあ我々が、メインのビジネスはやっぱりその 3D カメラのデバイスやモジュールの製造と、まあ、またそのお客様側の方にいろいろSDK など その開発用のツールの提供もございますので、まあ、我々やっぱりその今のところ、まあ、AI 関連においてはやっぱりロボット分野においては今 その重要な一つのビジネスとなってますので、まあ、つまりロボットの面を作っている会社となってます、まあ、またその我々が全部一貫で自社でそのコントーションの当番と、まあ、これから誤算というところに工場を持っているという会社ではございますので、またその、まあ、すでに上場企業となって、まあ、2022年で上海の証券株式取引所で上場されている企業でもあります。まあ、我々は、まあ、これからのビジョンとしてはやっぱりそのロボットの分野、特にロボットビジョンの分野においてはその、まあグローバル的なプラットフォームを立ち上げたいと考えております。まあ、つまりその、まあ、ロボティックスを含めて、まあ、いろいろなそのソリューションの開発やあとそのロボットの組み立てまで、まあ、我々がその今いろいろ動いているというところではございます。またその、まあ、すでにその2013年で創業でその、まあ、去年までは10年の歴史を持っている企業ではございます、まあ、ただ、多分そのカメラの分野においてはいろいろ企業がございますが、まあ、我々オルベックではその創業開始からはすでにその 3D カメラに専念している企業で、唯一のビジネスの 3D カメラというものになっています。まあ今はそのアメリカのミシカンというところで子会社を持って、まあ、アメリカ欧米中心でそちらの方も展開されているというところがございます、まあ、またその今生産で全部自社でこれから多分10万平方メートルの その工場の建設も計画しております。また今までの実績はすでに500万デバイスあるいはそのモジュールを含めて500万台を突破している会社となっています。我々先ほども紹介したようにその全部一貫で自社でも開発されている会社ではございますので、そのコアの技術の部分 その演算用のチップ、まあ、その3D カメラというのはいわゆるディップスカメラ、振動情報を取り入れるそのカメラとなっていますので、その振動を演算するチップの方も全部自社で IC の設計を行われていますので、それからそのモジュールの製造、最終的にデバイスの製造も全部自社で行われていて、またそのミドルウェアのいろいろ開発も行われていますので、近年ではやっぱりそのアプリケーションの部分もまあ、若干その手をつけて作り始めているというところではございます。また生産拠点も先ほど紹介したようにそのまあ今は現在で当館でその自社のカメラのデバイスとモジュールの生産工場を持っていますが、これからで武山の方にもその新しい建設拠点としてはその大きな工場の建設計画もございます。もちろんまあいろいろそのカメラの分野でそのいろいろ事業を行われているお客様の方も同じなんですけど、そういったクリーンルームで今そのカメラに関して製造も行われます。またそのロボットに関してもこれからのビジネスなんですが、今すでにそういったその少量のビジネスと生産ライン、組み立てラインも構築されていて、今後はそのいろいろロボットの生産の方にもここで展開する予定になっています。まあ全体の歴史としてはその最初に2013年で会社を設立して、またその、まあ、最初のところからもすでにその演算用のチップの開発も、行われていますので、またそのやっぱり、我々は 3D カメラというものはその幅広く分野で使われていますので、スマホの、顔認証用 そのモジュールも、またロボットの障害物回避センサーのところも含めて、まあ、いろいろ展開されています。特に去年でそのマイクロソフトの多分、皆さん開発そのデベロッパーが多く多分ここにいると思いますので、そのマイクロソフトはその Azure Connect という製品で、こちらはその去年で、マイクロソフトの発表で、
生産停止と開発停止となってますので、我々がその共同で、まあ、これからのその代替製品あるいはそのこれから後続製品の方の開発と生産を行っています。まあ先ほども若干紹介されているように、そのチップの方からもまたデバイスの方で、大きく分かれて、その我々の製品がやっぱり3つのシリーズを展開されています。まあ、それぞれの技術、構造可視光とステレオビジョン、またその、トップカメラ、そのトータムフライの方も全体、全般的に取り扱っています。またそのライダーも近年で、やり始めているところではございます。また、分野としてはやっぱり先ほど紹介したように、そのロボティクスを含めて 3D スキャニング、生体認証、またその、まあ、ビジョン AI のデュアラッパー向けの、そのカメラ研究用強度で、またその一般の業界の産業のインテリジェント化の方にもそのカメラを幅広く使われています。大きく、まあ、その特にロボットの分野においては、その我々がすでに中国のサービスロボットの、その分野においては、そのビジョンカメラとしては 70% 以上のシェアを持っている会社となっています。まあ、そのロボティクスの分野においては、まあ、大きく分かれて3つの方で、サービスロボットは1つ重要な分野となって、まあ、中国、まあ、数多くの企業がここのビジネスの展開をされているというと思いますので、またその人型 の, あその物流向けの AMR の分野でも、まあ、そのいろいろな企業で展開されている我々カメラを使って、あとはそのヒューマノイド、近年でやっぱり AI の関連で AGI というその概念でどん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 その、まあ、ヒットしているところで、やっぱりその人型のロボットで、まあ、より AGI の理想的な形というその概念もその、まあ考えもありますので、そういった企業もやっぱりその、ロボットの目としては、まあ、物体を認識するために 3D カメラをいろいろ取り扱っているというところでございます。まあ、あとはその共同ロボット、その工業用のロボットのところにもロボットアーム、あとそのやっぱり近年でチャット GTP を始める LLM の方で、まあ、連動して、ロボットの認識とその動作をいろいろやっているところもございます。あとはスキャニングというのはやっぱり大きくその、まあ建築物とかその室内 の, そのインテリアルのところの分野と、またその物体の 3D プリントのためにいろいろ現実物体をスキャンして、またプリントで出力するという分野でよく使われているそのものとなります。まあ、またその、まあ、こちらはその我々のパートナーで、3D プリンター の, そのメーカーさんで、その 3D スキャナーと 3D プリンター用 の, その、まあセンサーの部分で我々は共同で提供開発を行っていることもございます。あと生体認証というところもその我々大きくビジネスの一つの分野で、まあ、中国ではアリペイという我々 の, そのパートナーさんで、実はその、まあ、皆さんもし中国に行かれたことがございましたら、 そ, のそういったコンビニとかで簡単でスキャンで顔決済できる、はい、顔スキャンできるというところも、我々ほとんど の, そのデバイスが我々のカメラに使われています。あとはその電子ロッカーや、まあ、民生4度、あとスマートフォン の, そのセンサーのところと、またその先ほど紹介されているようにそのマイクロソフトさんと、また、エンドウェアダーさんも我々パートナーで、今年の、GTC の方も参加させていただきましたので、またそのいろいろ AI 関連の、まあ、ソリューション の, その展示も行われることがございます。まあ、最後はその教育でそのいろいろ研究開発の分野でも、まあ、数多くの開発者が行う、我々の製品を使っています。まあ全体的にはその簡単なその会社紹介となりますので、まあ、ぜひとも今後いろいろ交流や、まあ、そのビジネスができればと思いますので、ぜひともよろしくお願いします。ありがとうございHi, my pleasure to be here, inviting many friends from Tokyo and China. And I am very pleased to introduce how we try to disrupt global service with the robotics. My name is Lisha, I'm from the Elephant Robotics. So talking about robots, I believe that everyone might imagine a variety of robots, including robot dogs, robot humans, drums, but our mission is that we want to produce and provide personal robots
So a personal robot just like even better than a personal computer. So it will help us in tasks, including companion, cooking, housework, and assistance. So it will change billions of family lives and create an all-new intelligent future. So talking about our background, so Elephant Robotics was founded in 2016 based on the technology foundation from the University of Melbourne and South China University of Technology. So we owe over 100 core technology patents. And Elephant Robotics now is like 80 people size, and we have been identified as national high-tech enterprise and special sophisticated firm. So here in the left-hand side are our team, and here are some acknowledgments from the government and the industry. And this is our executive team to Zoe and CEO Hunter and I am from the University of Melbourne, and our CTO Kieran is from the South China University of Technology, and we had our ITVP from Russian. So we are from the renowned university and renowned background of the enterprise. And we have several cobots and several product lines. The first one is the professional cobots in industrial, medical, and commercial applications. So at first, in the left-hand side, right-hand side, the panda is the first, it's the first model designed, the six axis robot is for industrial. And in the left-hand side is the first all-in-one six axis cobots. So what does all-in-one mean? All-in-one, you can imagine the computer in the last century is very, very big and heavy. You have to have a screen, a mouse, and another big controller. So now, just like a PC, it is very small. It is all-in-one design, just like similar to this. So all-in-one robots is very lightweight. This and And here are some scenarios you can see. We have from the medical to the retail hospitality services, and this is the serving robot, and this is the inspection robot as well. And this is also a application designed actually by Japanese users, and. Yeah, we have received renowned positive feedback from our partners. And another product line is our educational cobots. So our educational robots is very lightweight. We had a range, a variety of six axis robots, four axis robot, and dual arm, two arm robots, and also AGV. So we provide a wide variety of the robots to our universities, to the colleges, to meet their different needs. And this is our study case. So many universities, such as the Tokyo University, use our cobots to build a robot lab and so on. So we not only provide the robots, we provide the whole educational solutions, including the lecture guidelines, textbooks, PPT videos, and so on. The third one is the consumer robot. So I have bring our latest robot here. It's called the Meta Panda, and I will show you later. So the core value of the companion robot is companionship. So our first Mars Cat is launched in 2020, and we received more than 200 backers from that time, and it can be used in like exhibition, hospitality, healthcare, and mental therapy, education, and research. And apart from that, we also have animals like this one. So we had many our little kids as our users and elderly as our users. And it had AI deep learning generated lifelike motion. So we have received
a lot of the feedbacks from our, not only from our distributors, but from also our users. Yes, this is our, like, we have social media, we have been reposted millions of times. And this is our partners. And yeah, thank you very much. And I will have a little bit demonstration afterwards. If you have any questions and if you want to experience how this was, just come to me. Thank you. それでも大丈夫ですか？すみません。これでも大丈夫ですか？大丈夫です。あ、よかったです。お願いします。皆さん、こんばんは。トトロボチックスの、担当者なんです。で、皆さんご存知なんでしょうか？例えばガストとか、日本のファミレスに行くとき、必ずこういうような猫型ロボットを見かけたことがありますでしょうか？そうですね。見たことを手を挙げてください。お、ありがとうございます。で、こちらの猫型ロボットが、弊社、プド社が使っているもので、プドロボチックスというのが世界をリードする、なんか、そういう、例えば、飲食店で使っている配膳ロボットと、あるいは、ロボットを、例えば、旅館でホテルなどを使っている清掃ロボットも今メインで取り扱っています。で、プドロボチックスの実力というと、やはり世界中で近く1000件の、公認特許を持っています。で、こちらの、技術の開発は全部弊社側が、全て担当していまして、で、テクノロジー以外に、同社のロボットは飲食業界、小売業界、あるいは医療とかエンターテインメント、教育なども、はい、業界で幅広く採用されています。で、最後には今の、弊社のロボットが世界中60カ国以上の市場に売り込んでいます。例えば、東アジア以外にアメリカとか、あるいは、ヨーロッパとかもそういう導入時期があります。で、今のところでは日本も、1万台以上の導入実例があります。はい。で、続きは、今こちらが弊社が、主な、パートナーとなります。で、今弊社と SBI 様と、あるいは優先と、東芝テックとかもそういうパートナー関係を持っていますし、で、日本の、主な導入事例としてはさっきも言いましたが、例えば皆さんがしているサイゼリアとか、デニスとか、そういう導入事例が持っていますね。はい。で、次に今回が、弊社が出展する商品、ベラロボットに関して紹介したいと思います。こちらの動画をご覧ください。こちらが、とても可愛いすみません、ちょっと途中で。はい、こちらが弊社のスターであるキャラボットという機種なんです。で、キャラボットはこれからリリースされて、で、一覧機能が使えるようになったバリエーションの機能になります。で、こちらのサスペンション機能としては、そうですね、皆さんロボットを運ぶとき、例えば満杯のお水を運ぶと、水はこぼれたりとか想像できますね。はい。で、弊社の新設サスペンションの改良の方では、満杯の水でも絶対にこぼれないように配しています。で、日本のレストランが、そちらの、通過狭い店も結構ありますので、今のベラボートの通過性としては、最小で65センチになります。はい。
こういうように可愛い。これからベラボートには、さっきのように、このボディの中にサイネージ、広告を看板出たりとかします。そうすることで、例えば、メダル商品を販売するときは、この売上も 30% 以上が上がるという数値が出てしました。はい。すみません。内容になって申し訳ないんですが、はい。でこういうような小さな感動を、はい、できるようになりまして、でこちらがベラボートの料理の識別機能になりまして、どのような料理を載せているのかロボット側のカメラで認識することが可能です。はい、このように、人工ロボットの何かそういう、認定しまして、ね、はい、以上が弊社のベラボートの内容になりました。はい、でこのようにベラボート以外の他のロボットも取り扱っていますが、こちら、これから、例えば、シスト大きいの時また、はい、紹介したいと思っています。以上です。ありがとうございました。ここですね。皆さんこんばんは。はい。マイク OK、マイク OK。はい。信用チレの程度申します。はじめまして、よろしくお願いします。弊社信用チレと。という社名ですね。深圳にある会社です。会社のちょっと違う節約するために、抜粋して説明させていただきます。弊社の、今やってる仕事は次世代のコンピューティングクラウドフォームの提供と人工知能の実装を加速することです。弊社は2018年設立されて今年は7年目ですね。皆さんと比べてまた小さい会社ですけど、今年からどんどん伸びていくと信じてます。弊社の、世界トップな技術研究開発実力を持ってますと、弊社の開発チームは世界的な科学研究大学と
主要なテクノロジー企業から来てます。弊社の研究開発の強みですね。弊社の強いなのは、研究開発で強いなのは AI インテリジェント IoT とマシンビジョンに基づくインテリジェントの製造とビッグデータテクノロジーなんです。次は業界のレイアウト。まずは深く AIoT の抑制ですね。2番目は知恵交通、知恵建設現場、知恵消防などのスマートシティアプリケーションをさらに拡大。それと3番目は IoT のインテリジェントハードウェアと新エネルギーの革新的な製品のレイアウト。4番目としては海外ビジネスの市場の企画ですね。それと業界未来のオプチュニティ、次ですね。弊社のお客様とパートナーですね、役所緊急部門、消防部門と都市管理部門と交通電力部門と、工業団地管理委員会などですね。これは AI コンピューティングエンパワーメントで複数のシナリオを強化するについてのご紹介ですね。まずはハードウェア単品 AI 計算性能の価値比率はナンバーワンの製品なんですね。これは、右の方はソリューション、さまざまなニーズに適応、今現在弊社サービスしている、業界の方ですね。まずは知恵科学工業ですね。それから、知恵建設現場、それから知恵倉庫ですね。知恵電力、知恵薬品、知恵工業団地、これは弊社のハードウェア製品の一つですね。移動式のソーラー知能ロボット、この移動式の知能ロボットの特徴としては、まずは移動は可能ですね。使用は便利です。それと固定しなくてもいいです。配線もなし。工事コストも少ないです。それと多様なパワー供給に対応もできますし、例えば電池とかソーラーとか AC 充電とか。それと一人で十分間にセットアップ、緊急事態にも対応できますし。それと、分解必要はないですし、迅速な使用、操作も簡単です。合わせて機能モジュールの増加も可能です。次は、知能化分析オーダーメイドの AI アルゴリズム持ってますね。以上、ご清聴ありがとうございます。
Hi, good afternoon. Good evening, everyone. So the my name is Tiger. So today I will bring our company the technology to everyone. This technology is very very impressed and advanced. Yeah. So we call this technology 4D, 4D hyperspatial imaging. So this technology is based on our team's result. Our team spent more than 10 years to develop micro hyperspatial image sensor. Yeah. So okay. So I have three topics: developing of the visual sensing spatial principle and hyperspatial technology and the company introduction and product. So, as everyone knows, so for the sensor, vision is the most important as a human being. Most information is come from the vision. So the market also is very huge. Yeah. So from the IC side. Yeah, every year the global annual shipment of optical image sensor is 10 billion pieces per year. And for the industry trend, so just now another company is introduced 3D. So everyone know the 2D. 2D the sensor, I think Panasonic, Sony is very best in this technology, CCD or CMOS. For CCD and CMOS, we capture, then we can see the color, the shape of the objects. Yeah, for the 3D, we can, after capture, we can know the object, the distance and the dimension. Yeah, so how about, is there one the dimension we cannot detect? It's the material. Once we capture, can we get the material components of the object? So this technology is called hyperspatial. Yeah. So up to now, this technology is used in aerospace or some high level lab laboratory equipment. Yeah. So in the physics world, every object, every material, they have a unique spectral pattern. Yeah. So like our fingerprint. Yeah. So go to hyperspatial. Hyperspatial is two dimension, two information. One is image. 2D image information. Another dimension is the spectrum. Yeah. So with two. Okay. Okay. So just now I already explained. Yeah. But for current hyperspatial sensor is very huge. It's very high expensive. It's very slow. Yeah. So that's why they only can use in the remote sensing in the satellite. So finally, I'd like to introduce our company and our technology. Yeah. So our company is a startup company, but we are the first company in the world to mass production this hyperspatial image sensor. In the right side, upside is one of our chipset, and also our performance, our parameter is also best in the world. So this is our basic the principle, basic the optic the system. So the FPI MEMS, that one is our technology, our chipset, and the detector, yeah. So from the left side, so the light source go to the object, then the reflect the light, and then the function of our chip is to
narrow filter light. Yeah. So after the CCD or CMOS or other detector, then the in the right side you can get the you can get the hyperspectral imaging. Then the plus algorithm you can detect the object like the material. Yeah. So compared to the world to the traditional hyperspectral the system, our size is very small. It's almost 10,000 times reduced, and also the, because traditional the optic system is not use a chipset. Now we use the semiconductor chipset. Then the price is very. It is very the cost is very low, and also also it's very very our scan the speed is very quick, something like this, many the advantage. Yeah, so the up to now we have two chipset already mass production. Last as the short wavelength, this is the detector is one of the key product of Sony, but for the hyperspectral, last week we start to mass production. Not yet announced to the world. Yeah. So you can use for the AI. You can use for the biological recognition. Also for the smart healthcare, like a sensor, cancer detect, quick detect, like a smartphone. Yeah, like robot. And also because we have ultra thin the module integration, so you can put it in smartphone or any IoT device. Yeah, like the industrial inspection, in the industrial online detection. Or like skin healthy management, like a cancer, or like microscope or endoscope, anything you like. Yeah. Okay. Thank you very much.我是 CEO 袁飞，这是我们的心理咨询师。然后，因为我们今天晚上介绍的就是一款我们人工智能的心理咨询的产品。那接下来由我们心理咨询师廖静，用英文给大家介绍一下。Because I don't know the Japanese, and this Japanese, I use the translate machine.To translate. If there are some errors here, that's me, Master. AI applied in psychological counseling in three aspects. And the first one is the digital therapy. It obtained US FDA certification to prevent, manage, or treat mental health disorders through the digital technology and software. And the second one is ChatGPT.We use generative large language models are regarded as a milestone in artificial intelligence. And the third one is virtual reality. VR technology provides a new way for the treatment of mental illness and the promotion of mental health. Our product for now can be divided into three parts. The first one.Psychological counseling room, and the second one is AI secret tree hall, which used on PC and mobile, and the third one is the AI happy dog. For the first one, AI and VR psychological counseling room, it provides our users an immersive and simulated experience. For its function, it uses soft and light tones to create a warm atmosphere.Provide our users with a sense of
comfort, privacy, and security, and increase the user's immersion in virtual psychological counseling. For its highlights, it used realistic of psychological counseling senses, and also the beautiful sceneries brings relaxation to the soul. And also, we got accurately recognized the user's voice input. Our product is supported by large language model with interpretable psychological theory, and these are our advantages. We use the psychological counseling large language model, and we also got professional backgrounds. We also have the AI digital human, which look like that, in a figure of female around 30 years old, rich experience in AI psychological work. For our second product is the AI Secret Treehouse, which used on PC and mobile. It brings the convenient counseling experience to our users. For its function, it uses text, communication, video, and audio recommendations. It contains about 8 psychological topics and provides targeted audio and video based on our user status. For its advantage, it can talk and communicate at any time, at anywhere. And it is a combination of multiple psychotherapies. For our AI Secret Treehouse, it uses multi-dimensional and multi-generative psychological counseling. For its function, it includes about 3 types of psychological therapies, which are the solution-focused therapy, cognitive behavior therapy, and individual-centered therapy. For its advantages, we use recommended videos and audios to smooth our users' mood and provide videos on psychological growth. And we use many non-influence scales to checking our users' status. Last but not least is our product, AI Happy Dog. It used for children's companionship and growth. I believe that every young kids want to have a toy that can talk. Our product can achieve this very easily. It always listen, understand, and connect with your children to provide them with unconditional emotional support. It provides personalized educational content based on children's age and interest to help them learn and grow. It not only can tell stories, things and play games. It is an intelligent interaction bring bonds to our children. For this product's highlights, AI plush toy with built-in large language model, and it also got dynamic conversations provide a sense of presence and companionship. And the toy's warm and comfort make children feel relaxed and close. And our product is created by a team of professionals providing children's mental health support. And let our happy dog be your child's best friend and bring them unlimited joy and warmth. And that's all. Thanks for the listening. Last word. 也希望跟日本业内就是对这个心理咨询或者是养老陪护这一块的，无论是任何领域的人来合作。如果大家有兴趣，可以联系我们，谢谢。今回は日本に来るのもともと主要な原因の一つは今は国内中国国内でいろいろのドクターと看護のこういうような背景のある専門家と連携しているが。 もしこれからも日本で皆さんがこういうような心理のカウンセリングとこういうような AI について自分の知識を持っていればぜひ私たちと連絡してください。こういうようないろいろな人材を探しているところです。
啊，我是北海智行的，我姓陈。嗯，那个，就等。喂，啊，我是北海智行公司的，我姓陈。我们的公司的英文的名称叫 NS Display， 我们主要是做全息数字人产品的。这两天的话在 ，OK， 啊，我们属于北京世纪悦耳旗下的一家公司，然后的话，我们是我们深圳北海智行属于北海通信的子公司。我们在2022年的时候成立了北海智行，主要的话是致力于轨交产品的智能客服系统。在此之后，我们根据这个产品的拓展，开始了这种全息的数字人产品的研发。这样的话，我们现在的话主推的是两款产品，一款是稍等一下 OK， sorry， OK。会社名は NS プレイですが、今は主な商品は実はホログラフィックのこういうようなデジタルの人間ですが、この会社は実はすでに上場した会社の子会社ですが、今はこの新しい2022年に設立された新しい会社は今実は交通機構の轨道の轨道交通的智能客服。交通機構のスマートカスタマーシステムを開発しています。好，到今年我们集中参加了几次展会，其中包括了美国的 CES。今回はいくつかの展覧会にも出展しました。この中はとてもみんなに知られている CES も含めて。香港环球资源展和广交会。作为全球全息数字人的领军企业，我们的产品在各个展会上得到非常好的评价。ご覧のように今の主な商品はこのとても大きいのこういうのホラグラフィックのデジタルの商品です。这款产品是我们的86寸的全息展示仓。この商品は今86インチのこういうような展覧用のこういうようなホログラフィック。因为那个产品的尺寸是按照真人的尺寸进行展示的，所以说可以产生非常惊艳的效果。これは人と同じの身長によって作ったので、この効果はとてもなんかとても良いよくできます。主要的使用场景是繁华的商场、公司的展厅、时尚的门店、KTV。主なアプリケーションは今は例えば会社のこういうような展示館とあとショッピングモールとこういうような写真用のブランドの店です。カラオケも入っています。全息剧场不仅仅是一个引人注目的一个技术展示，它更是一个和顾客建立深度联系的一种互动方式。これを使って人を引き寄せるだけではなく、これはこういうような未来の連携で可能性のあるお客様ととても連携できるの一つの仕方です。因为我们看到的是一个仿真的全息数字人。它可以和客户进行产品介绍和和互动，可以增强客户的参与感。このデジタル人間は人とこういうような話し合いができますので、もっとこういうような交流ができるようになります。在空间不够的地方，我们也准备了60公分高的这种中型的
全息闪展示舱。スペースのそんなに大きくないところはこういうようなもっと小さいの今60センチメディのこの商品をもう開発しました。它可以完美的融入各类精细的空间，比如精品店、专卖店以及个人的收藏展区。いろいろなこういうようなスペースの小さいのスペースにとてもふさわしいです。这是我们的一个主推产品，叫 AI Holobox。このメインプロダクトは AI Holobox と呼びます。这样的话是采用了 GPT 的底层技术进行对话。これはチャット GPT をも応用されています。其中有几大特点，第一个呢是GPT 支持的对话，第二的话内置的一个数字伴侣，第三的话是全息显示，第四的话是一个个性化视频的展示。これはいくつかの特徴がありますが、一つは GPT を使って人と話して反映できますが、もう一つが中にはこういうようなデジタルの看板にはもうあります。デジタルのこういうようなあと看板にはそしてホログラフィックで展示だ。最後は個性的に人のニーズに応じて買いますので、无论是做小孩的陪伴、老人的陪伴，还是这种那种病人的陪伴、陪护，它都是非常合适的。子供とお年寄りとあとなんか病気者のこういうようなカンパニーになってきます。这是我们的一个数字人系统，我们希望能够打造世界一流的数字人类平台。これは私たちのデジタル人間のシステムです。こういうような世界一流のプラットフォームを作りたいです。这是一个数字人整个对话的一个逻辑。我们最关注的就是文字的情感分析类型的。我们希望能够在虚拟世界中创造一个活生生的人，他不但呢能有自己，能不但能在ChatGPT的支持下能跟大家对话，而且他能有自己的感情，在虚拟世界中有自己的生活，可以这样的话才能够真正的成为人类的朋友，而不仅仅是只是一个被动式的应答，就像我们需要给他装上各种各样的这种器官，可以让他和人类的正常进行对话。私たちが開発したいこういうようなデジタル人間は、できるだけ本物の人間と同じようにこういうようなスピーカーとのように話し合いだけでなく、人のように感じされたり、自分のこういうようなバーチャルの世界で自分の生活を持ってほしい。同时我们有非常OK， 好，谢谢大家。下一个瑞尔曼斯隆科技。はい、多分開けます。はい、お願いします。はい、こんばんは。はじめまして、レアルマロボティクスという会社です。簡単にご紹介いたします。会社は中国北京にあるんですけど、2018年に設立されました。今は3つの会社があるんです。本社は北京にありますが、深圳に会社があります。工場は上州にあるんです。はい、会社はロボットアームは主な製品なんですけど、今はいろんな領域と分野に使われているんです。例えば今の新しい飲食のという分野でコーヒーのロボットとか、ミルクティーというロボットとか、
家庭サービスと収入のサービスにも使われているんです。これからも医療設備にも健康管理のマッサージ用のロボットも作っています。もちろんコンビニとかショッピングモール のスーパーマーケットにもそういう検査のロボットもそうですね、作りました。もちろん大学とは教育には関わっているそういう大学で のロボットにも提供しましたが、中国東部の大学となんかヨーロッパ の大学にも今契約もしました。そうですね、検査にも特に電力会社にはとても大きな電力設備がいろんな設備があるんじゃないですか。そういう場合にはそういう私たち我々のそういうロボットを使って人を代わってそういう、定時的なリアルタイムなそういう検査の仕事もやっています。そうですね、農業のロボットも作っているんですけど、トマトとかイチゴとかそういう、果物を挟んで取ることもできます。簡単に、主なロボットも簡単に紹介します。今はいくつのシリーズがあるんですけど、一つ目は RM65 シリーズなんですけど、自由度は6なんですけど、ピロードは5キロになります。2つ目のシリーズは70度があるんですけど、やっぱりペイロードは5キロになります。3番目のシリーズはちょっと半径作業半径がもっと長くて900センチメートルになります。これはペイロードはちょっと小さくて3キロになります。4番目のシリーズは1個とシリーズというんですけど、形に見えばやっぱり工業のロボットに似てます。はい、やっぱりペイロードは5キロになります。この黒色のジンシリーズは今年の1月に新しく発表したものなんですけど、まだ海外にまだ売ってないんですけど、これからも飼料を完全すれば、海外にもちろん日本にも売っているようになります。これは外の殻はプラスチックで作ったもので、この本体の重さは 4.5 キロになります。ペイロードは2キロになります。はい、多分これはこれからの人型ロボットに使われることになります。もちろん複合のロボットもいろいろ作りました。1番と2番目のはサービス用のロボット、3番目のはショックレールがついているのでコンビニに使えるんです。4番目は試験室でアシスタントというキャラクターでいろいろな仕事もできるんです。最後のはマッサージ用のロボット、今中国でもアメリカでもとても大人気です。はい、これは会社の歴史なんですけど、2018年に設立したんですけど、実は社長さんが2010年からもうロボットの開発が始めているんです。会社は今年、去年はまだ中国国内の大学と企業には目指して開拓してるんですけど、今年はだいたい海外の仕事もいろいろ力を尽くして、市長とか日本とか韓国とかアメリカとかヨーロッパとか市場開拓をしたいと思います。はい、今これは中国と世界でいろいろ協力してやり取りをしている会社なんですけど、もちろんソニーさんもいるんです。これは中国東部の大学で、北京大学と清華大学もとてもいいパートナーになりました。中国ではいろいろな大々100以上の特許と受賞を獲得しました。はい、今は4つの会社があるんですけど、やっぱりさっきご紹介したんですけど、北京は本社、深圳は子会社、住所は工場があるんですけど、また北京にもう一つの子会社があるんですけど、この子会社は、我々のロボットに使われ
ているモーターも生産しているんです。もちろんこのモーターもみんなに売っているんです。はい、以上です。もしもっと詳しい質問とか交流があれば後で期待しています。はい、以上です。よろしくお願いします。今回のリアルマンとかは、今日明日明後日の3日間やってるそのビッグサイトでのネックステックで実機を持ってきて動くところが見えるので、だからもし機会ありますか。就是我们说今天所有的企业，我们都在那个日本那个 AI 展参展，大家如果感兴趣的话，也可以到我们展位上跟我们交流。ちょっとこれ、ちょっと言っておいて、最後のプレゼンです。で、終わったら乾杯をやります。はい、この会社は、なんて言うんだろう、医療現場に限定されたかみたいな会社で。然后他们专注于医疗的配送的这些服务。然后我们结束之后就一起那个讲了。これも聞きあります。なんか医療、病院の中によくでかい机みたいなのの中に QR 入ってて、で、AMR がそういうものを、机ごと運んでくれるみたいなことをやってる。Good evening, everyone. It's a great honor to share all the robust information with you all and communicate. And now I would like to talk about delivery robots for hospitals and also driverless sweepers. Now we can see about the site we are.Established in 2019, and for these years we focused on R&D. All the hardware and software are our core technology. You can see we are in the hospital delivery robot segment. We are the number one because the data shows we have more than project cases. It's small, but in ourfield, it is the highest, and also we have more than 500 call IPs, and also we participate in standard droppings. This is two product lines. First is self-driving sweepers for outside, and also intelligent delivery robot, mainly for hospital and also for industry, laboratory, etc.For all these robots, it's very important, not only because of robots, because of system. We understand hospital, all the workflow. We can see all this can be used different scenarios about pharmacy and also OT, etc. We can see all the departments, for example, PWAS and also CSSD and logistic departments. Now, another important is the system. For all the robots working in hospital, we know that in a big hospital it's really, really big. Sometimes more than 20 robots work together in the same time. So the system, the platform is really important.We can see we offer different terminals for AP on PaaS, APP for PaaS, and also for the touch screen on the robot and PC. For PC, we can support more than 500 terminals. And now we can see a very excellent design. I think it is the robot can match different cabinet.For medical waste, for pharmacy, and also for the consumables, instruments, and linen. Many big hospitals, both in China and other countries, for example, Japan, Singapore, the beds maybe more than 1,000, 2,000 beds is big. It's more big than, bigger than a hotel. So we can say linen is very important.Waste is very important to deliver, so we provide the whole solution. And we will focus on the safety, and the solution should be smart and also it's efficient.
sometimes nurses are very busy in daytime, and our robots can work at nighttime. Now we can see we have more than 300 cases for both China and also the Asia Pacific region, and we have a big project in Hong Kong. It's about 19 robots in the same hospital. Many different departments use our robots to lower the cost of nurse. Now another product is driverless sweepers work outside. Now we can see for school, for port, and also sometimes park, school, and for maybe airport, for all big scenarios. This is a small video. This robot is really smart. It can help to clean the road just near the site, and also it can work all automatically, no need to any human help. This shows some cases in parks, in schools, and it's smart and it's really helpful because it can work in hot days, in raining days, at night. So we would like to provide a really solution to help a better life for the human, because the robots can reduce the cost and also help people to work easier. Yeah, and also I would like to introduce our strategic partner in Japan. It is EarthTrack, and also we have maybe I think I can give information about my partner. He is Usami Fujia here. If we want to have more connect and communicate more, we can also connect me and also Usami Fujia. Now this is my proposal and speech. Thank you. はい、それではたくさんのご講演ありがとうございました。以上で講演パート終了させていただきます。皆様、改めまして拍手および拍手スタンプをお願いします。はい、では終了させていただきます。時間が大幅に過ぎてしまい大変申し訳ございませんでした。失礼いたします。